はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ジャコみたいです。はい。では今日始めましょう。はい。今日は何しますか。今日メリンゲ。メリンゲ。メリンゲ。はい、こんなパンな。メリンゲと生クリームですね。そう、メレンゲね。あ、そうね、メリンゲ、メレンゲ。そう、メレンゲって言われたら分かるけど、日本でそんなにめっちゃ食べるものじゃない。うん、そうね。そう。でもこうやって、ね、パン屋さん行ったらめっちゃ袋に入って売ってるし、みんなめっちゃ食べるよね。めっちゃというか、まあ、そうだよね。まあ、普通に食べるね。めっちゃしたらおかしくなるけど。実際に私のお母さんでよく作ってた、その子供の時から。はいはい。その生クリームを入れたら、サンドイッチになったら、はい、それ、私にはね、メリンゲ。はい。はい、そのまま食べたら、はい、それはスプミリア。ですね。スプミリア、そのままビスケットっぽいね。はい、はい。今日はメリンゲをするってことですね。イエス。はい。はい、そのままでも食べれるね。私は大好きな、このままウィープなしけど。あと、まあ、見た目も可愛いしね。そうだね。大好き。チョコレートついてるのとかもある。それも、だけど私の好みじゃない。わかる、わかる。私もシンプルでいいです。シンプルで生クリームが一番美味しい。だから今日は探しましょう。はい、では材料から。材料。OK! 白身。はい、220g。220g。そう、私はこれ5つの白身。はい、ね、あ、はい、5つの卵の白身です、ね。そう。と同じ重さの砂糖。はい、これは私はそのパウダー、はい、砂糖、はい。粉砂糖ですね。粉砂糖。ズッケロはベロ、うん、イタリア語だったら、はい、これも 220g。もしこのこんな感じの砂糖なかったら、はいはい、普通の砂糖でもいいです。あ、ね、そっか、うん。そう。これちょっと混ぜりやすい。それだけ。と、ちょっとだけ塩。はい、塩ちょっとだけ。と、生クリーム。生クリーム。本当に材料少ない。この料理の、難しいな部分、はい、焼く難しい。その作る簡単な、焼く一番デリケートな部分だから、うん、まあ、はい、とりあえずやってみましょう。そうね、はい、では始めましょう。はい、 OK。 だから別にボール、はい、で白身、はい、全部入れます。はい、とちょっとだけ塩、うん、はい、本当に3回振っただけですね。はい、そう、これその、白身の硬さ、はい、を守る感じや、守、そうね、そうね、とこの機械、はい、こんな感じなやつがあります。これ、はい、ベーシック一番、はい、普通何でも大丈夫、はい、混ぜれる完璧な豆腐、はい、ちょっと丸だけ、その丸ね、はい、けど私はもう残念ながらない、はい、その引っ越しのなかった分、うん、消えちゃったどこか。なるほど。だからこれ使います、ね、はい、今白身、はい、混ぜる、はい、硬くなるまでね、ちょっと時間がかかります。 OK、 これまだできてない、はい、けどちょっとなんという膨らんだ、膨らんだ ね、はい、3分ね、あ、3分混ぜたね、はい、今から、はい、1つスプーンずつ、あ、ね、はいはい、入れてます。あ、いっぱいずつ入れてます。その混ぜながらね、はい、はいはい、混ぜりながら、混ぜながら、混ぜながら、はい、難しいな。まだちょっと、続ける、はい、けど別にその見た目、はい、変わってきた、そう、ね、見える、ね、ちょっと光ってる、そうね、うん、そのと重くなってる、うん、本当にクリームっぽくなった、さっき言わなかったけど、こんな感じの、パーセンテージ、白身と砂糖の同じな重さ、はい、それ私のおばあさんがやり方、他のメレンゲ比べたらそこまで甘くない、実際にも甘い、皆さんと思っているでしょ、その
砂糖が、多いからね、多かったけど他の、メレンゲの、レシピ、レシピ、砂糖もっと多い。もっと多い。最後、その、ウィップ、はい、入れる、うん。ウィップは甘い、はい、私にはちょうどいい、はい。甘さ控えめでいいですね。とりあえず、まだちょっとつつけますね。はい。allora、はい、その、大丈夫かどうか分かるために、はい、ナイフ、これしたら、はい。あ、OK。vedi?なんというclose しない。ほんまやね。ね。うん。そう。すごい。だから、これでいいです。あ、完成。そう。あ、すごいすごい。うん。うん、何分ですか落としたな。6分。の、ごめんなさい。その、すべて始まった時から、15分。そうでしょ。6分はないよ。その、別に、真ん中その、スタート。はいはい、けど、すべて、はい、始まった0から、ね。そうね。はい。15分ぐらい。15分ぐらいですね。別にみんな、その機械の強さも、はい、そうですね、私のおばあさん手でやりました、はい、ね、だから15分じゃなかったと思います。いや、それ思うじゃない。だからすごいよね。だからこれが伝統で残ってるのがすごいよね。そうね。誰が一体これをずっと続けた。うん、そう。これはもともとどこの料理とかある？イタリア全部か、もうヨーロッパ？分からんね。知らない。実際に知りません。私もちょっと、私はこのまま、ああ、触った感じも何、ちょっと硬いね、やっぱり。うん、ああ、おお、うん、おお、白身は、いや、思った味と全然違うかった。びっくりした。ちょっとそう、白身、白身が、白身のパワーがすげえわ。とりあえず、はいはい、このオーブンの準備、はい、70度から100度、はい、までの間ね。だから私たちは今日パチャも90度ね。はい。サッカーポッシュ、ね、サッカーポッシュ、サッカーポッシュ。 OK、 はい、はい、私たちの、まあ、好きな形、はい、普通に、はいはい、brutta questa. Ah, これ、かわいい。なるほどね。はい、だから次はスプーンでいってみますね。Proviamo. Facciamo una quenella, tipo. Una roba del genere, così? はい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 。あ、面白いね。全くイメージが違うかった。私の考えてる。ああ、そういうことか。実際に多分これの方がいいです。もっと綺麗。なるほど。プラスなんかちょっとおしゃれ、やり方が。すごい。これ名前はケネル。ケネル。このテクニック。へぇ。プラス、私はそこまで。Mettiamole così, perché ci sono sotto... Ah, molto di più, credo, cosa? No, sono asci, già non è che sono... Ah, sotto, なるほど. Sta... Ami, da cara, ne? Ami. Che nero, demo, nanto, nanto, italiano, no, non è... Doizugo, poi, ne? Ma che, è francese. Ah! Ok, da cara, ima, hai. Sono futatsu tomo, hai. Ireru, hai. Nijikan, oite okanai, いけないね。なるほど。低温やしね、温度も低いしね。一回途中その二つのやつ、入れ替える。あ、上と下入れ替えるってことね。はい、で1時間後に上下入れ替えましょう。うん、はい、はい、ではまたまた。行きましょう。オッケー。お。2時間経ちました。はい、経ちましたね。その1時間の後、私はちょっと、はい、なんというチェンジしたね。はい、入れ替えたね、上下ね。はい、ね、そうですね。OK、見ましょう。どう？ティック。いい感じ？あら。たたん。ちょっと触ったら、ああ、そう、硬いね。ティック、ティック、ティック。そうですか。ああ、ほんまにできてるじゃん。OK、だから別に今、はい、消します。はい。置いておき
きます。完璧冷めるまで、はい、このオーブンの中、うん、置いておきます。乾燥になりますね。はいはい、わかりました。はい。だから待ちましょう。はい。はい。OK! はい。もう完全冷めました。ね、はい。何時間経ちました、実際。はい。だから次、取ります。一個食べてみましょうか。そのまま？そのまま。Prima del primo morso io, ok? 一番最初。どうぞ。いただきまーす。はい。お願いします。Buon appetito。いい音ですね。うん。いい音。ああ、うん、なるほどね。私も。おいしい。うわ。だから、膨らんでる。うん。全部取ります。はいはい。はい。OK。だから全部取りました。はい。その、フィップ。はい、作りましょう、はい、それホイップするために生クリームは本当に冷蔵庫から出したばかりね、その冷たい、あ、集めた方がいいんだ、そう、あ、はい、いつも通りブレーシャの生クリームそのまあ私は笑ったけど覚えてるかな、覚えてないけど、いいよ私、 その大阪、そう、大阪で売ってたよね大阪、うん、生クリームじゃなくてバターだった、バターだった、バター、その見た瞬間ちょっとブレーシャのバターなんでけど、はい、オフコース美味しいし、食べました、はいもちろんね、途中であれでしょ、砂糖を2つ入れたでしょ、1つ半けど、うん、お好み、それもね。はいはい。で、混ぜすぎたらバターになっちゃう、ね。そうね。そ, そうね。だから生クリームは。そのちょっと、好きな、はい、食感な。はい、味見しながら ね, ね、見ていってくださいね。これ。はい。ちょっとココアパウダー。ココアパウダー。その上、うん、もし、最後の最後。はいはい。最後。はい。と、この紙の、ピロッティーニ、なんていうの、入れるね。ここがいいの？なんていうんやろうね、これ。はい。スプミリア。はい。ああ、もうそのままドンと乗せるんや。かな？ああ、違う。二つで挟む。なるほど。エデコラコワー、ママケベッラ！出たー。ティック。そういうことが、私はこれ2つに切るんやと思ってたわ。違う、ね。インポッシビル、切る。どうやって切る？なるほどね。ああ、いや、だから、ねえ、マリトッツヨだったら半分に切って生クリーム入れるけど、これはちっちゃいのを2つで挟むんですね。あちゃまれ con queste brutte, uno。だから、ブルッテじゃないって。かわいいよ。ブルッテ。まあでもね、なんか挟んでみたら、なんか言いたいことちょっとわかるかもしれない。その、あ、いやいや、めっちゃ可愛いじゃん。ちょっと、なんか、あれすごいじゃん。1600年代っぽくなったんじゃない？いや、もうアウトラブルッタ。アウトラブルッタ。アウトラブルッタじゃない。ちょっと。ここはね。わー、すごいね。これ。めっちゃその貴族の食べ物やね。できました。どうぞ。いただきます。味見しましょう。はい。これね。え、一個シェア。そうね。どうぞ選んで。美味しそうなの。あ、こういう二人で仲良く分けれる。シェアです。いただきます。うん。生クリームが来たらやっぱりもっとね、似合う、完璧ね、うん、おいしい、これ私の子供の時大好きなやつ、どうおいしい、本当にどう言ったらいいわからない、うん、おいしい、なんか一個の大きさがこんだけサイズがちょっとボリュームありそうなのに軽いから、あ、そう、軽いね、ね、2個3個って普通に食べれるからね、まあでも生クリームって里やからもちろんけど、まあ、けど絶対2個は私のお父さんも全部食べちゃうね、彼は大好き、今持っている声だから、ああそうですね、待っている彼はずっと気、まあ、終わってない、まだ終わってない、はい、皆さんもぜひぜひ、はい、作ってみてくださいね、イエーイ、はい、じゃあまた、チャオチャオチャオ
ペティート。ボナペティート。